倫理学講話私のテーマについてお話しする前に23の導入を述べさせてください私の思想を皆さんに伝えることに私は大きな困難を感じていますがそれを前もって皆さんに述べておくことでいくらか困難を軽減できると思うからです 困難の第一は言うまでもないことですが英語は私の母国語ではありません。従って難しいテーマについて語るときに望まれる正確さと微妙なニュアンスが私の表現には欠ける場合が多いのです。私としては私が英語の文法について犯す多くの間違いにめげず私が意味するところを務めて理解するよう。 皆さんん。にお願いするほかありませんそうしていただければ私もやりやすくなると思います。第二の困難はおそらく多くの方が幾分間違った期待を抱いてこの講話に参加されていることです。この点に関する皆さんの思い違いを訂正するために私がテーマを選んだ理由を少し話しましょう。本教会ののの主事の方から、 公営にも公演の依頼を受けたとき、私が最初に考えたことは、ぜひ引き受けたい、ということでした。しかし、その後で、公演の機会をいただけるのならば、皆さんにこれだけは伝えたい、ということを話すべきだし、この機会を、間違った使い方、例えば、論理について話すなど、してはならないと思いました。今私は 論理について話すことは講演の間違った使い方だと言いましたその理由は科学的な物事を説明するためには1時間の論文ではなく一連の講演が必要になるからですまた別の間違いとしてはいわゆる通俗科学についての講演を行うことを挙げられますこれは皆さんが本当は理解していないことを 理解したと信じ込ませ現代人の欲求を満足させることを意図した講演ですそれは私の信じるところ現代人の最も低劣な欲求の一つすなわち最新の科学的発見に対する表面的な好奇心を満たそうとするものです私はそのような誤った選択肢は取りませんだから私は皆さんに 普遍的に重要であると思われるテーマをお話ししようと決心しました。この講演が、そのテーマについての皆さんの考えを明確にする助けになれば、と願います。たとえ皆さんが、私が今から話す内容に全く同意できなくても、です。さて、私の三つ目の、そして最後の困難ですが、 実はこれは大抵の長い哲学的講演にはつきものでしてつまり聞き手には自分が導かれようとしている道もその道の先にある目標も見当がつかないということです言ってみればこういうことです彼の言うことはすべて分かるしかし一体全体何を言おうとしているのだろう あるるる。いははまた、彼の言わととするところはわかるしかし一体どうやってその結論に達するつもりだろうか私にできることは繰り返しになりますが皆さんに辛抱強く付き合っていただくようお願いすることそしてこの講演が終わった時には皆さんが講演の道筋とたどり着く結論の両方を 理解していただけるよう期待することだけです。では始めます。私のテーマは、ご存知のように、倫理学です。まず、ムーア教授が著書「倫理学原理」において述べている倫理学についての説明を取り上げてみます。彼によればこうです。倫理学は善なるものへの普遍的探求である。ここで私は、 倫理学という用語をもう少し広い意味で用いようと思います。広いとはつまり一般に美学と呼ばれるものの私には最も本質的と思われる部分を含むという意味においてです。そして私が倫理学のテーマであると考えるものをできる限り皆さんに分かっていただくため先に挙げた 倫理学の定義と置き換えられる表現を皆さんの前に並べて見せましょうそのどれもが程度に差はあれ同じ内容を持っていますそれらを列挙することでどの定義も共通に持っている典型的な特徴を明らかにしたいと思いますこれはちょうどゴールトンが違った顔のすべてに共通する特徴を明らかにするために同じ観光版の上で それらの顔の写真をを数多く撮った時と同じ効果を狙うものです写真の集合を見ることで例えば中国人の顔の典型というのがどんな特徴を持っているかを理解できるわけですだから私が挙げる一連の似たような定義を見ればきっとそれらのすべてに共通する特徴を理解しそれがまた 倫理学の特徴でもあるることを理解ししていただけるででょうではやってみます先ほどの「倫理学は善なるものへの探求である」という定義の代わりに「価値あるものへの探求本当に重要なものへの探求ということもできるでしょうしあるいは「人生の意味についての探求人生に価値を与えるものの探求さらには「 正しく生きる方法の探求、と言ってもよいでしょうこれらの句を見れば倫理学が関心を向けるものについて大まかな理解を得られますこれらの表現を見渡してまず最初に気づくのはどのの表現も、二つの異なった意味でで用いいいられている、ととうことです。そのうちの一つをさまつなあるいは相対的な意味 もう片方を例えば私が「これは良い椅子だ」と言えばこれは椅子が規定の目的の役に立つという意味でありこの場合の「良い」という語はこの目的があらかじめ決定されている限りにおいてのみ意味を持ちます実際 相対的な意味での「良い」という語はあらかじめ決定された特定の基準に達しているということを意味するだけです。従って私たちが「この男は良いピアニストだ」という時その意味するところはある程度の難しさの曲をある程度のうまさで弾くことができるということです。同様に風邪をひかないことは 私にとって重要であるというときそれは風をひくと私の生活に特定の描写可能な支障をきたすという意味でありこれは正しい道だというとき私が意味するのはある目的地との関係で正しいということですこうした使われ方をするときはこれらの表現は 何も難しいい問問題題も、深い問題も深提起ししません。しかしこれは倫理学における良いという表現の使い方ではありません私がテニスをできて皆さんの一人が私のプレーするところを見てうーん君はかなりテニスが下手だねと言ったとしますそして私が分かってるさ私は下手だよでも これ以上上手くなりたいとも思わないねと答えたとしますすると質問者が言えることはせいぜいそうかいまあそれでもいいんだけどさという程度のことでしょうしかしこういうケースならどうでしょう私が皆さんの一人に途方もない大嘘をついてその人が私のところへやってきて君の行いは犬畜生も同然だと言ったとします そして私が、分かってるさ。私の行いは悪いものだ。でもこれ以上良い行いをしたいとも思わないねと言ったとします。さて質問者は「そうかい。まあそれでもいいんだけどさ。」ということができるでしょうか。絶対にそんなことはありえないでしょう。いや君はもっと良い行為をしようと思うべきだ。と言うでしょう。 つまり前者の例が相対的な価値判断だったのに対しこれは絶対的な価値判断というわけです。両者の違いは明白です。それは次のようなものです。すべての相対的な価値判断は事実の単なる叙述に過ぎずしたがってそういう形に文を書き換えてしまえば価値判断をしていたような見かけは一切なくなるのです。 だからこの道はグランチェスターへの正しい道だという代わりにもしあなたがグランチェスターに最短の時間で行かねばならないならこの道が正しいと言っても全く同じ意味です同様にこの男は良いランナーだという文はこの男は何マイルを何分で走るという意味にすぎません他の例も同様です さて私が強く主張したいのは相対的な価値判断は単なる事実の叙述として表せるがいかなる事実の叙述も絶対的な価値判断ではないしまたそれを暗示することもできないということですこの点を説明させてください皆さんの一人が全知の人間でありそれゆえこの世界の生物 及び無生物の動き、また今までに存在した全ての人間の心理状態を知っているとしましょうそしてこの人物が彼の知っている全てを巨大な本に書き出したとします当然この本は世界についての完全な記述を含むでしょう私がここで言いたいことは私たちが倫理的判断と呼ぶものあるいは このような判断を論理的に含むと思われるものはこの本には一切含まれないということです。この本はもちろんすべての相対的な価値判断とすべての科学的命題要するに作られうるすべての真な命題を含むでしょう。しかしすべての記述された事実はいわば同じレベルにありますしまた同様に。 すべての命題も同じレベルにあるのです絶対的な意味において崇高な命題あるいは重要な命題やくだらない命題などというものは存在しませんおそらく皆さんのうちの幾人かはこの意見に賛同しハムレットの「何者も善でも悪でもない善悪は思考が決定する」という言葉を思い出されることでしょう しかし、このハムレットの言葉はミスリーディングです。彼の言おうとしていることは、善悪は、私たちの外にある世界の性質ではないとしても、それは、私たちの心の状態である、ということである、と思われます。ですが、私が言いたいのは、心の状態は、それによって、私たちが記述可能な事実を意味している限りにおいて、 決して倫理的な意味での善悪ではないということです。例えば先ほどの「世界の書」の中には殺人の様子が物理的・心理的に聖地を極める詳細さで書かれているとしてもそうした単なる事実に関する記述には私たちが倫理的命題と呼ぶ命題は一切含まれていません。殺人も 他ののすべての事実、例えば落石と全く同じレベルにあるのです。確かに殺人についての記述を読むと私たちは苦痛や怒りやその他の感情を持ちます。あるいは他の人が殺人のことを聞いた時彼らの心の内に起こった苦痛や怒りなどの感情について読んだりします。 しかし存在するのは倫理ではなくただ事実、事実、事実のみなのです。すると倫理学という科学がもしあるとすればそれが何であるべきかをよく考えれば答えは明らかであると言わねばなりません。つまり私たちが考えたりしゃべったりすることは何であれそれは倫理学ではないし 他のテーマよりも重要で本質的に崇高であるようなテーマについての科学の本は書くことができないということは明らかだと思われます。これに関して私は自分の感情を次のようなメタファーによってしか表現できません。それはもし誰かが本当に倫理学についての本と言えるような本を書いたとすれば。 その本は爆発してこの世界の全ての書物を破壊してしまうだろうという例えです科学において使われるような言葉は単に乗り物にすぎませんそれは意味と意義自然的な意味と意義を乗せて運ぶだけの乗り物です一方倫理学はそれが何者かであるとすればですが超自然的であり 私たちのの言葉は、事実を表現すす。るだけなのです私がティーカップに一ガロンの水を注いだとしてもティーカップはその容量までしか水を保持できません。それと同じことです。事実と命題に関する限りあるのはただ相対的な価値相対的な善相対的な正義などでしかないと私は言いました。 先に進む前にこのことをもっと明白な例を使って説明させてください。正しい道とは任意の前もって定められた目標に通じている道のことでありそうした目標がないのに正しい道について話すのは明らかに無意味です。では絶対的に正しい道という表現が何を意味しうるのかを考えてみましょう。 私が思うにその道はそれを見ると誰もが論理的必然性を伴って歩まなくてはならない道歩まなければそれを恥ずかしく思うような道のことでしょう同様に絶対的な善とは自分の趣味や成功とは無関係に誰もがそれを必然的に行うこと行わなければ罪の意識を感じることでありましょうもし 絶対的善が記述可能な物事の状態であればの話ですがしかし私はそのような物事の状態は幻想であると言いたいのですいかなる状態もそれ自体の中に絶対的判断を強制する力など持っていませんではそれでも絶対的な善とか絶対的な価値 といいいったた表現を使いたい誘惑に駆られる人間は私も含めて何を心に抱き何を表現しようとしているのでしょうかこの点を理解しようとするときはいつも自分がこれらの表現を用いる場合を思い起こすことが自然でありその場合私は例えば私が皆さんに快楽の心理学について講義したときに 皆さんが置かれるるででああろう状況にあるのです。その時皆さんがなさることは自分が決まって快楽を感じる典型的な状況を思い起こすことでしょう。というのもその状況を心の中に思い浮かべていれば私が皆さんにお話しするべきことは全て具体的でいわば扱い得るものになるからです。おそらく、ある人は、 快楽を感じる状況の例として、気持ちのいい夏の日に散歩している時を選ぶでしょう。さて絶対的な価値あるいは倫理的な価値というものに心を集中しようとすると私が置かれる状況はまさに蒸気の例の状況なのです。私の場合この状況に置かれると必ず ある一つの特別な経験の観念が、私の前に現れます。したがってそれは、ある意味で、私の経験の中で飛び抜けて素晴らしい経験であり、そのため、私は皆さんにお話しする中で、この経験を真っ先に最も重要な経験として扱っているのです。ただし戦術のように、これは完全に個人的なものなので、 あるいはもっと印象的な例を見つける方々もおられるでしょう。私がこの経験を描写するのはもし可能であれば皆さんに同じかあるいは似通った経験を思い起こしてもらって私たちの探求のための共通の基盤を作るためです。私が信じるところこの経験を描写する最も良い方法はこの経験を持った時。 私は世界の存在に驚くことを述べることです。世界の存在に脅威を感じるとき、私は、なんであれ、ものが存在するとはなんと異常なことだろう、とか、世界が存在するとは、なんと異常なことだろう、というフレーズを使いたくなります。また、早速ですが、別の例を挙げましょう。これも、私が知っている経験で、 皆さんのうちにも馴染みのある方がいるのではないでしょうかそれはいわば絶対に安全であると感じる経験です。何が起ころうとも私を傷つけることはできないと言いたくなる心の状態のことです。さてこれらの経験について考えてみましょう。というのはこうした経験は私たちが解明しようと努めている。 まさにその特徴を表していると私は信じているからです。そしてこの場合真っ先に言わねばならないことはこれらの言語的表現は無意味だということです。私は世界の存在に驚くという時私は言語の使い方を間違えているのです。ちょっとこの主張について説明させてください。まず 現実であることに対して驚くことは全く問題のない明快な意味を持っています。私たちは誰でも今までに見たことのあるどんな犬よりも大きな犬や普通の意味で何か異常なものを見て驚くということの意味を理解できます。そのどの場合でも私は自分がそうではないと考えることのできる何かが。 そうであるということ、つまり、事実として成立しているということに対して、驚いているのです。私は、巨大な犬に対して驚きます。なぜなら、そうではない犬、つまり、驚くには当たらない、普通のサイズの犬を考えることができるからです。これこれのものが事実であることに驚く、ということが意味を持つのは、それが、 事実でない状況を考えられる場合に限ります。ある人が家を見て、長い間そこを訪れず、その間に家が取り壊されてしまった、と、その人が思い込んでいるとします。ところが、家がまだ存在しているのを、その人が見て、戦術の意味で驚く、ということはあります。しかし、私は世界が存在していることに驚く。 というのは無意味です。なぜなら世界が存在していないことは想像できないからです。私を取り巻く世界が現にある状態で存在することを見て私が驚くということは無論あり得るでしょう。例えば私は青空に見入っている間に空が曇っているという場合に対して 空がが青いいことに驚いた経験があります。しかしそれは私の言いたいことではありません私はどんな状態でもありうるそういう空に驚いているのです人は私がトートロジーに対して驚いていると言いたくなるかもしれませんつまり空は青いかそれとも青くないということに驚いている。 というのです,ですがトートロジーに対して驚くなどというのは単に無意味でしかありませんさて同じことが私の挙げた他の経験つまり絶対的に安全であるという経験にも当てはまります私たちは皆日常の生活において安全であるというのがどういうことかを知っています部屋にいて バスに引き殺されることがありえない場合、私は安全です。以前に百日関にかかったことがあり、それゆえもう二度とかかることがないとすれば、私は安全です。安全であるということの本質的な意味は、ある特定の物事が私に対して物理的に起こりえないということです。したがって、何が起ころうとも安全であるというのは、 無意味なわけです。先の例が「存在」あるいは「驚くこと」という言葉の御用だったのと同様にこの場合もまた「安全である」という言葉の御用です。さてここですべての倫理的宗教的表現にはある特徴的な言語の御用がついて回っているということを皆さんに印象づけたいと思います。 一見したところこれらの表現はただの直輸に過ぎないように見えます倫理的な意味で正しいという語を使うとき、私たちが意味しているのはさまつな意味で正しいということではありませんがそれに似たことでありまた「こいつは良いやつだ」というときの「良い」という語も「こいつは良いサッカー選手だ」というときの「良い」 と同じ意味ではありませんがしかしある種の類似性があると思われます。またこの男の一生は価値あるものだったという時私たちは値打ちのある宝石について話す時と同じ意味で価値あるという語を用いるわけではありませんがやはり両者にはある種の類比があると思われます。さて すべての宗教的な言葉はこの意味において直湯か類比として使われていると思われます。なぜなら私たちが神について語り神は全知であると言い神にひざまずき祈りを捧げるときその言葉と行為はすべて私たちがその恩寵やいろいろなものを得ようとする強大な力を持った生身の人間として神を描き出す。 壮大で凝った偶意の一部であると思われるからですですがこの偶意はまた先ほど述べた諸経験も描写していますなぜならそのうちの第一の経験世界の存在に驚く経験はまさに私の信じるところ神が世界を作ったということで人々が指していたものに他なりません また、第二に、絶対的に安全という経験は、神の手の中にあるとき、私たちは、絶対に安全だと感じる、ということによって、描写されてきたものなのです。さらに、第三の経験は、罪を感じる経験であり、それは、神は、私たちの行為を認めない、ということによって、 表現されてきましたがって倫理的宗教的な言葉において私たちは常に直憂を使っていると思われますしかし直輸は必ず何かの直憂でなくてはなりませんだから直憂によってある事実を描写できるなら直輸に頼らずにその事実を描写することもできなくてはなりませんですが 私たちのケースでは直輸を使わずに事実を単純に述べようとした途端実はそんな事実はなかったことに気づくのですそのため当初は直輸に見えたものが今ではただの無意味に見えますさて私が列挙してみせた3つの経験もっと挙げることもできますがそれは私のようにそれを経験した人間にとっては ある意味でで、内在的的絶対的な価値を持つと思われます。しかしそれらは経験であると私が言ってしまうとそれは事実となりますそれらの経験はいつかどこかで起こりある特定の時間持続しその結果として記述可能な事実になったのですそこで数分前に私が述べたことから それらの経験が絶対的価値を持つ、ということは無意味であると認めねばなりません。私の意見をさらにはっきり言うとある経験それは一つの事実だがそれが超自然的な価値を持つように思われるのはパラドクスであるということです。ここでこのパラドクスに対処するために。 私ががりりたくなる一つの道があります。その説明としてまず最初に世界の存在に驚くという経験についてもう一度考えさせてくださいそしてそれを少し違う仕方で述べさせてください私たちは皆日常生活において奇跡と呼べるものを知っていますそれは明らかにまだそれと似た出来事を 見たことがない出来事に過ぎません。今、そういう出来事が起きたと想定します。例えば、皆さんのうちの一人に突然、ライオンの頭が生じ、吠え出したとしましょう。これは確かに、私に想像できる限りでは、実に異常な事件です。さて、驚きから覚めたとき、私たちが間違いなくとる行動は、医者を呼び、 この事件を科学的に調査しもし彼に害を与えさえしなければ彼を解剖することでしょう。それで奇跡はどこへ行ったのでしょうというのもこの事件をこういうふうに科学的に眺めれば奇跡的なものはすべて消え失せてしまっているではありませんか少なくとももし奇跡という言葉で意味されることが単純に。 ある事実がまだ科学によって説明されていない。さらに言えば、他の事実と合わせた、一つのグループとして、一つの科学的体系の中に収められない、ということではないとすれば、上記のように考えざるを得ません。以上のことは、科学は、奇跡など存在しないことを証明した、ということの馬鹿らしさを示しています。正しくは、 事実の科学的な見方は事実を奇跡ととして見る見る方ではない、ということです。なぜならどんな事実を想像してみてもそれはそれ自体では奇跡という言葉の絶対的意味において奇跡的ではないからです。というのも今なら私たちは奇跡という語を相対的な意味と絶対的な意味の両方で使っていた。 とということがわかるかるらです。そこで私は世界の存在に驚くという経験を世界を奇跡として見る経験と言い表しましょう。今や私は世界の存在という奇跡の正しい言語表現はそれが言語の中のいかなる命題でもないとしても言語自体の存在である。 と言いたいた誘惑に駆られます。しかしそうだとすればある時には奇跡に気づきある時には気づかないということは何を意味するのでしょうかというのも言語による奇跡的なことの表現を言語の存在による表現に置き換えたことで私が言ったことはせいぜい 私たちは自分の表現したいことを表現できないし私たちが絶対的な奇跡について述べることは全て相変わらず無意味なままであるということに過ぎないからですさてこれらのことに対する答えは皆さんの大半にも明らかなものです皆さんはきっとこう言われることでしょうよろしいもし私たちが 特定の経験に絶対的または倫理的価値と重要さと呼ばれる性質を帰属させたい誘惑に常に駆られるとすればそのことが示すのはそういう言葉で私たちが無意味なことを言おうとしているということではないそうではなく結局のところある経験は絶対的な価値を持つということで。 私たちが意味することのすべてはその経験が他の事実と同じようにまさに事実であるということ。そしてそれが帰着するところは倫理的宗教的表現でいようとすることについての正しい論理的分析を見つけることに私たちは未だ成功していないということである。と、このように言われると。 いわばにに、照らし出されたかのように私は絶対的な価値という言葉によって言おうとすることを私が考えうるいかなる記述も記述できないし仮に誰かが提案できるような有意義な記述があるとしても私はまさにその有意義さのゆえに最初からそうした記述を拒否するだろう。 とということですつまりその理由は今や私はそれらの無意味な表現が無意味である理由は私がまだ正しい表現を発見していないことではなく無意味さこそがその本質であることにあると見て取れるからです。というのもそれらの表現によって私が成したいことは世界を超えていくことすなわち 有意義な言語を超えていくことだからです私の全傾向そして私の信じるところ今まで倫理や宗教について書いてきたすべての人間の傾向は言語の限界へ向かって走っていこうとすることです私たちの牢獄の壁へ向かって走ることは完全に絶対に成功する望みがありません倫理学が 人生に対する究極的な意味、絶対的な善、絶対的な価値について、何かを言おうとする欲求から生じたものである限り、それは科学ではありえません。倫理学が語ることはいかなる意味においても、私たちの知識を増やしません。しかしそれは、人間の心の中の傾向を記した文書であり、私は、 個人的にこの傾向に敬意を払わないわけにはいきません。そして私がそれをあざけることは生涯にわたってないでしょう。